1月23日水曜日、3年生対象のお茶の入れ方講座がありました。講師として三重県茶業青年団の方にお越しいただきました。お茶の成分や種類、生育条件に関すること、また美味しいお茶の入れ方も教えていただきました。緑茶だけでなく、ほうじ茶、玄米茶、和紅茶などの飲み比べもしました。今回教わった方法で家族にも美味しいお茶を入れて飲んでもらいたいと思います。雨天のために順延となった南西紅茶のマラソン大会が2月8日金曜日に実施されました。男女一斉にスタートし、学校から中津浜浦方面を男子は 6km、 女子は 4km 走りました。厳しい上り坂やカーブなどもありましたが、みんなで一生懸命頑張りました。マラソン大会が予定されていた2月6日には PTA の方々からお腹いっぱいになるまで美味しい豚汁をいただきました。ありがとうございました。頑張れ頑張れ。